どうもロコです。それでは無双オロチ2も佳境に来たと思います。まあ、準備はもうねしといたんで、どんどんやっていきましょう。もう決戦って言ってるんでね。でも封印とか書いてあるんで、これでもう少し終わるのかな。ちょっとまあやるだけやってみましょう。九尾の狐はまたしても逃げた。しかしどこへ逃げようとも強大な妖気は隠しきれない。英雄たちは彼女を追い、妖気立ち上る小田原城へとたどり着いた。今度こそ逃がすわけにはいかない。しかし同じように心境をかざしてもまた失敗するだろう。確実に封印するにはその妖気を徹底的に削ぐ必要があった。九尾の狐と彼女の尾が変化した偽の英雄たちを倒し、心境の中へと完全に封印する。今こそ決戦の時、全てを終わらせるべく宗妃たちが駆ける。九尾の狐の力は衰えてませんね。ここにいるだけで気をされそうです。彼女を確実に封印するためにはまずできる限り妖気をそがねばなりません。そのために取るべき方法は2つ。尾で作った偽物の撃破、そして九尾の狐自身の撃破です。うん、わかりやすくてよかろう。行くぞ。ここで全てを終わりにしてやる。さて最後の決着なのかな。まあこの3人は割とね使いやすいからいいけど。書くか。小田原城の状況はどう。付き添っている宇治安殿はおそらく尻尾。うん、まるで北条軍の留守居を欺いたのでしょう。尻尾を退治しながら狐狩りか。必ず仕留めて封印してやる。うまこよし。おのれ、わらわを封刃とするか。いまいましや人の子らめ、残らず返り討ちにしてくれよ。出会え我がしもべたちよ。あ、そこか。オッケーオッケー。ま、せっかくだ拠点倒しとくか。慌てるなバカ。尻尾が化けてるに決まってんだろ。九尾の狐の妖気を徹底的に損。うん、奴の尻尾は全て打ち倒せ。尻尾は9本でしたか。あ、そっか。全て倒すのは少々骨が折れますね。オッケー、じゃあ9体出てくると思えばいいのかな、単純にね。まずは今マップ上で2人現れてる。まあどうせ最後はね、多分キュービのキツネ守るように2、3体出るんでしょう。信長教授よ、危ない。魔王に負け、必ず報じましょうぞ。ほらやった、そうひかっけー。そういえば信長あれでしたね、今度の無双オロチ3で神格化してましたね。僕の予想はまあ外れたわけですけど、まさかまあ信長はね、まあまあまあおかしくはないんだけど、てっきり人気投票に依存して神格化すると思ったんで、意外というかなんというか。死ぬは一陣、口も死ぬで開く、開かないのかな、回り道しなきゃね。あ、大丈夫だね、よしよし。最短ルートでいけるかな。この肩に背負う重き荷のため、お主らを通すわけにはいかぬのだ。お前は何を。ほらやと、狐の尻にくっついてるだけだろ確かに。ちょっとあいた、なんそうかそうか、家康のそんな攻撃だったわ。ちょっと待って、噛み合ってない。オッケーで、
あーだ、ほら、もうちょい、あーダメか、マジか、めんどくせえな、もう一歩及ばなんだか、アナ憎き。よいしょ、で、防御上げて買い物、あ、結構あっさり買い物したね。天守へ向かうぞ。あら、キュービの狐を追い詰める。敵将、こうか、私が討ち取った、執着至極に存ずる。こっち行っちゃって、あ、宇治安、ほら、でこう、あ、痛い、あ、ダメか、うん、ちょ、まあ、危ないよ、あ、危ない、ふう、死ぬかと思ったよ。オッケー。この屈辱忘れまじ。で、上登り、まあ、この辺の武将についていけばたどり着けるのかな。私が討ち取った、よし、この秀吉の相手をしちゃうわ。今度は秀吉様のバカ、お、ほら、やった、これは気が重いな。はい、グラビティーボール、あれ、秀吉、お前、お前入りや、そこに。さすがですね。将兵らの士気も高まりましょう。私がいる。どこだ？ほら、やった。スーパーマンついてんね。よろめかねえや。全然。よし。わお。あぶねえ。ほら、やった、やられてまったか。ふう、あの、悔しい。で、これは偽物のキュービの狐という感じかな。じゃあ、いた、増えてないわ。鏡になど封じられてまだものか。このまま混乱が続くのは困る、うん、そろそろおとなしくしてもらおうか。敵将、ほいと、装備のこれが便利だからな、細かく使っていこう。おっしゃあ、やっぱ逃げた、あ、逃げたか、あ、ほん、あ、偽物ではなかったのか、本体、本体か、うん、また逃げたか。しかし私の偽物と奴も余裕がない。これ以上逃げられないようにしましょう。うん、みんな城の周りを包囲して、居場所を得たわ。ほら、私に挑む貴様は。ほら、と片付けない。わお、危ない。ほら、やっと、うん、やばい、逃げろ、ちょっと待て、あぶね、カス、カスあたりよかった。ちょっと流れ変える、よし、どこ行った、いた、あ、なに、ね、逃げるよ、逃げに使う。あぶね、もう私を倒すな。で、あと、アイテムをちょっとね、細かく回収して、これなんだ、で、この場を南か、オッケー。あれ、もう武将何倒したっけ、忘れちゃったな。まあ、オロチはオロチ、うわぁ、 BGM 変わった。偽物とはいえ、さすがの威圧。わあ、危ない。どこ行った、ここでグラビティーボール、あんまり減らねえな、思ったより。
やばい、あぶねえ。ほら、どこ行った？ん？ やばい。よいしょ。で？この私が死ぬ。お、なんだ。さすがですよ。将兵らの士気も高まりましょう。いいね、スーパーマンはないから。いや、攻撃すれば緩めてくれるのがいいな。うわあ、ふう、何故人の攻撃を決め、これ開く、よし、敵将、私が撃ち、どうかな、一回ぶっ破しちゃおうか、怖いから。いい加減偽物と戦うのも飽きた、ここで終わり、そうだよね、やっぱ終わりだよね。さあどうよ、勝てえな、さすがに。で、ここで、あれ、はみ出しちゃった、あっけー、やばい、逃げるよ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、今の、本当にワンチャンで逆転されるから、難易度普通のね、理不尽さじゃないからさ、マジでもうはめ殺し上等ですわ、本当に。あ、終わり、やっぱ終わりじゃないか。今こそ鏡に封印してくれる。報告、城内に九尾の狐が現れました。北西、北西に向かって移動しています。何、そっちか、まさか、倒したのは偽物、尻尾を自分に化けさせおとりにしたというのか。狐が小賢しい真似を、急いで追うぞ。敗北条件変更、逃亡ね。ちょっと待って待って待って、敵将、私が討ち取った、戦ってる、避ける、炎に染まれてないわ。満身創痍で魔王も吠える、すぐに断末魔を上げさせてやる、はい、悪あがきもその辺にしよ。し、でここで決着をつけてやる。あれ、しまった、壁に打っちゃったよ。だいぶあれだね、士気下がったよね。もう無双ぶっぱでいきます。敵将、オッケー、やった、危ない、野獣、ついに九尾の狐を捕らえた。これで混乱も収まりますね。さあ心境に封印しましょうか。俺たちの勝ちだ、この先も。お、おお、急に仲間だった。あれ、まだ、あ、まだあったか、心境編、なんだこれ、なんだこれなんかめっちゃ出てきたんだけど、ストーリーモード、フリーモード、武将選択画面カラーエディット、あ、でもなんかいろいろできたってことは、これは一応終わり終わりなのかな、あ、エンディングかな、ちょっと見てみましょう。
お見事でございました。くれた。天帝になり変わり礼を言わせてもらう。お主らも知る通り、こたびの騒ぎは横島な願いと些細な行き違いから生じたものじゃ。じゃが雷動する思いと力はいかなる苦境をも打ち砕く。それをお主らはわしらに示してくれた。ああ、願わくは人界も仙界もそのようにあり続けたいものだ。さあ、あなたたちと世界とをあるべきところへ返しましょう。それが天帝、そして私たちからのお礼です。あるべき空の下で。あれは何だったんだろうな。退屈しない座教ではあったな。八人のオロチより解放された力、変化したようじゃな。ん？どういうこと？ジョカよ、どう見る？八つの滅びが一つに凝固している。おそらくはオロチの姿をしたものに。だがそれはもはやオロチではあるまい。純然たる破壊の意志、世界の意志の代行者、破壊者か。ちょっと意味がさっぱりわからなかった。今また厄介なものが生まれたものじゃな。行くぞ復帰、悠長にしている暇はないようだ。おっと、終わりではないということか。さっきのが事実上のもう終わりかと思ったんだけど、厄介なものができたってことはもう一回あるわけだね。なるほど。あ、でしかも人も増えてるの。ちょっと話してみるか。こんな世でも意地っ張りなのは変わらんな。利害があるわけでもなし、少し素直になれ。俺の意地っ張りは利害ゆえではないのだな。貴様の意固地も同じだろう。理屈こねてる場合か。それに俺の意固地は関係ない話だろ。で、これは
後日談みたいな感じか。九尾の狐を封印できるとは、心境とは不思議なものだな。一つ気になるのですが、心境にオロチは封じられなかったですか？それね。いいえ、それは叶いませぬ。オロチ様の力はあまりにも強大です。封じる前に心境は壊れてしまうでしょう。そうですか。ならば過去の偽物たちを見抜くことは、九尾の狐の姿を明かせたのです。化けていた章を見破れませんか？試したことはございませんが、確かに可能性はあると存じます。奴らに心境をかざし気を込めれば、何か異変が起こるかもしれぬな。やってみる価値はあろう。過去に戻り怪しい章を探すぞ。あ、これがあれか、心境編ってやつか。ちょっといろいろ話聞いてみて。そういえば昔も玉物前を封じたことがあるんですよね。その時は誰が戦ったんでしょう。気になります。おお、旋回逃亡戦。オロチって元は仙人だったんですよね。一体どんな方だったんでしょう。過去へ行かれた皆様はいい方だったとおっしゃってましたが、なぜ玉物前に目をつけられたんでしょう。想像もつきません。おお、まさか一般兵士から行くステージが増えるとは。ちょっと待ってください、一回進軍見てみましょう。あ、そうそう、で心境編っていうのが、うわ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 あー、なるほどね。でちょっと一回いろいろ調べさせてください。はい、ということでね、ちょっともう調べちゃったんですけど、心境編はなんかあれですね、いわゆる改編後に近いもので、あんまりステージ、なんか基本は通常ステージと同じみたいですね。なんか新しいことが生まれる感じではなさそうなんで、ちょっと今回はもう新居編は飛ばそうかなと思います。これは、だからこの辺はもういいや。あ、これはやろうね。だからこれも新居編か。整理をしますけども、新居編はもうこれはもうやりません、動画では。それ以外の、7章これはやります。こっから多分他にステージ出てくるみたいなんで、であともう少し時間あるんで、それは今回これをやります、あえてね。で今回動画はね、今回の動画はこれで、じゃあ一回締めましょうか。じゃあこれをまずやっていきましょう。8人のオロチを打ち倒した直後、その亡骸から力が解放された。それはいずこかに飛び去り、再び結合、そして最強最悪の存在を生み出した。絶対の破壊神。いち早くその存在を察知した復帰とジョカは、一軍を率いてマクスの深部へと踏み込む。だがその道を阻む者がいた。旋回軍の長、スサノオである。まったく呆れ果てる。見ろ復帰。ほう、スサノオか。石頭め、どうしても人の子の邪魔をせねば気が済まぬらしい。やつにはやつの考えがあろうが、聞いてもらえるならば聞いてもらおうか。ジョカよ、付き合え。無駄足にならねばよいがな。なった。人の子の戦い認めてはやれんか。この石頭、そんな度量はない。太鼓、家具、そして慣れら、それほど入れ込むのが人の。ならば真に我を超えてみせよ。くだらん茶番だな。
人の子らよ我に挑め。マジかよ、なんか何言った正面から当たりスサノオを排除する、うん、それならば文句あるまい。やれやれ、ここは人の子に委ねるのが筋だと思うが。あ、当たった。あ、初夏すればいいじゃん。でもこの聖地はやったことあるね。なんか3方向から攻めて、でそれぞれなんか武将が閉じ込められちゃうっつって、でそれであれだよね、スサノオを撃退してスサノオに認めてもらうって話があったんだけど、それと同じことやらされてるもん。私これ、ああ、そうだな、信長とかいたもんな。スサノオ様に挑む資格があるや否や、我らが見極めん。まあいいや、とりあえずまあちょっとちゃちゃっと、わあ、いっぱい来たね。人の子よ、惑うがいい、うん、同じことやらされてんだったらもうパパッと、弱すぎる奴らは邪魔なんだ。ちょっとパパッとやっちゃいますね。うん、とりあえずまあスサノオ倒しちゃおうか。勝者よ、うん、じきじきに相手をしよう。ほら、はい、これどうだ、多分もうすぐ倒せると思うんですよね。ほい、見よ、うん、佐野が真の力を。ん、なんだ、ファンキュー、ブーっと危ない、もう一丁。おいおいおい、ジョーク何しよるね。どうだ、当たるかね。あー、当たるか、当たってる、勝って。誰らの力はその程度か。あべ。そう。で。ほら、あ、なんだ。面白いね。どういう状態これ。敵将、よくやってくれた。よし、やっと追いついたけどさもうほんとね、攻撃のバランスおかしいんですよね。援軍を頼む。まあ、今回ちゃんと温存したけどね、これを。難易度普通なのにさ、攻撃のバランスがおかしいからさ、ほんとね、それだけ不満なんだよな、毎回毎回無双って。要はこの必殺技の攻撃力がね、ぶっぱすぎるんですよね、敵側が。まあ、生きていれば挽回の気がある。敵将、やっとまあとりあえずは今回ちゃんと警戒してきたからいいけど、もうほら、ちょっと待って、まあずるいんだよあなたが、お前が、ほら、よくやってくれた。もうこれおかしいでしょ、火力もぶっ本当強引で負けるんだけど。
もう一回、よし。ほら、ナタ強すぎでしょ。スサノオより強いじゃん。くそー。よし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 。あれ、まだ生きてんの？敵将、払い立てまつりました。なんか、ちょっと、ほら負けそうなのに。ほら、なんだか、もう、そう、楽しい。ほら、もうぶっぱだぶた。今は太陽、よし、必ず来る。ふぅ、強引に倒しちゃった。負けたのに気分がいい。すがすがしいっていうのかな、こういう。勝利の美酒に酔いしれよ。くだらん茶番だったな。時間を無駄にした。急ぐぞ。まあそういうな。佐野を超えられぬ程度ならばこの先の戦いに勝利するなど不可能よ。言われずとも、そんなことは承知している。だから時間の無駄だと言った。人間の力がスサノオを凌駕することなど、我らはとうに知っていたのだからな。それをあの石頭は、おのがみで知るまで受け入れようとしなかった。そこが、スサノオの可愛いところじゃ。不気味なことを言うな、復帰。肌が泡だったぞ。さて、世界の命運をかけた最後の戦いが始まる。わしらは信じておるぞ、人の子の勝利を。おそらく次が最後の戦い、人の世の命運をかけた決戦です。皆様と共にここまで歩めたこと、心より嬉しく存じ上げております。できればこの先も共に。ですがそれは叶わぬ定め。さあ参りましょう。滅びの中に希望の道を見出すために。次がじゃあちょっと最後話してみて。お前は私に見…これは別に…で、これもじゃあそんな大したことないかな。お前は私を…我が故郷には…なるほど…じゃあ、まあ、とりあえずね、まだ残り少しあるみたいなんで、まあ残りね、ちょっと終わらせていこうかなと思います。今回これで終了します。それでは。